辰巳君、はい、これでいいですか？この不等式の答え。ダメです。何がダメだ？マイナス A と 2A がどっちがでかいかな、決まってないからですね。はい、その通り。素晴らしい。That's right、 やがみライトな回答ありがとうございます。はい、じゃあ行きます。要するに彼が言ってくれた通りですよね。まあ、普通1、3とか2、4とかが交点だったらどっちが左、どっちが右がはっきりしているのだけど、マイナス A と 2A はどっちがでかいか決まっていないわけです。ですからこれで回答して言っていいんですか？いいんわけねえんだろ、これっていう話ですね。はい、どうも、お前の明るさがない。こんな顔してみろ。いや、そんなよし。はい、ということで、今またちょっと代表とカラーが違うから、ちょっとまだ面食らってんのは分かんない。はい、行くでー。だから、とにかく代償関係が決まってねえから、はい、まあ、マイナス 2A とマイナス A、どっちがでかいんですか、そういう状況が変化するんですね。だあれだけじゃダメなわけですよ。はい、だこういう状況もありえるでーっていうのが、まあ、もちろんね、必要になっていきます。はい。じゃあ加藤さん、答えの状況ってこの2つですか？違う。お、あと1個ある。いいじゃないですか。どんなのがあるか言ってもらっていいですか？どんなやつ？はい、大体山口はありですよ。あ、違う。おじゅーっと、オッケー。ダイヤ来なかったわ。彼女がヒットってくれました。よかったね。はい。そうですね。重回っていうとか接する状況がありますね。マイナス A と 2A の対象関係がある。で、まあ一応これちゃんと場合分けも書いていかなきゃいけないな。マイナス A と 2A 比べたときに、まあまあマイナス 2A の方がでかいとき。それはすなわち、はい。まあ計算すると A 大なり0のときですね。答えはこう書いていかなきゃいけない。 A 大なり0の時こいつおよびマイナス A と 2A の対称関係が真逆になっているぜ、ふーじゃーんということで、はい、 A 小なり0の時 A こうね。だから大なり小なりときたら、あと一つ、あと一つ、あと一つ。なんでそんな静かなのかよ。なんで俺だけうるさい。それでええと思ってるのか、山口。いいんです。一応頑張ったな。評価してやるよ。ありがとうよ。はい。はい、A イコール0と、これ結構忘れるやつ多いよね。僕も模試の解説とかするときに何回かこいつ忘れましたからね。はい。自分自身が。はい、わかる？こいつとこいつがイコールの時にこうなってる。で、X 軸より下のとこありますかです。ありますか？ないです。ねえ、お前に食わせるためはねえってことで、 X 軸より下はありませんので、このシチュエーションでは解なし。だからまあ整理すると答えはこうなりますね。はい、マイナス A小なり x2a、 これは a が大なり0の時、はい、および 2a 小なり x 小なりマイナス a、 これは a 小なり0の時で解なし。はい、 a イコール0の時。はい、まあこいつら集合させて答えです。ファイナルアンサー OK。 はい、 OK。 大丈夫ですか、加藤さん。うん、そんなにビビらないでください。ちょっと今日俺全開になってきているんで。山口大丈夫か？